10月28日放送の「桜井有吉座ヤ会に」に風間俊介と川島明がゲスト出演、今ハマっているものをそれぞれが紹介したところ、重すぎる風間の川島愛が明らかになった番組での共演を機に共通の趣味を通じて親交が深まったという風間と川島。ところが風間は、 川島さんに続婚になり始めて、うちの事務所の後輩とかがワイ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 川島さんと絡んでるとすごい嫉妬するようになってきたと告白。その複雑な心境をコラムに執筆したと聞くや、有吉弘行らは、重たいな、本当に困った人だねと驚きの声を漏らした。さらに風間は、川島に紹介された、ストレスや、 血中酸素などを記録してゲーム感覚で自分のことを俯瞰に見られるスマートウォッチガーミンビボスマートフォンもすぐさま購入川島が教えたの4日ぐらい前ですからね「今日をうたらつけて」宝「たから嘘でしょ」と思ってと明かすと風間も「同じ色の買っちゃった」と言葉を続け「川島信者であることを認めた」SN「SNS 上では風間の川島愛が話題となりリスペクトの域を超えてるから」 照れくさそうなカザポンかわいいスマートウォッチに心拍急上昇の警告されちゃうなどと盛り上がる声が相次いだ。